一半グレの口和樹、金塊強奪犯人の生い立ちや現在、宮迫博之や手越祐也との関係、事件での逮捕や判決まとめ。現在は、YouTuber として活動してる宮迫博之さんですが、闇営業騒動のため、一時期、テレビニュースで何時間も取り上げられる日が続いたことがありました。ここ数年では、芸能界でも一番の大騒ぎとなった事例でしたが、その後、金塊強奪犯人である野口和樹と写真を撮っていたことが発覚します。さらに、火に油を注ぐような騒ぎとなりました。また現在は、ジャニーズ事務所を退所し、YouTuber として活動している手越祐也さんも、野口和樹と一緒の写真が出回りました。こちらも、大きな騒ぎとなりましたが、やはり金塊強盗で捕まった野口和樹との写真に、インパクトがあったと言えるでしょう。そこで、野口和樹の生い立ちから、起こした事件などについて見ていきます。2. 野口和樹の生い立ち。野口和樹の生い立ちについては、詳細は分かっていません。名古屋市名東区の出身と言われており、その地区の中学校に通っていたようです。その中学校は、地元においては、不良学校として知られていたそうです。野口和樹には兄弟がいて、地元では、野口三兄弟、といえば、有名な不良として知られていました。それが大人になっても抜けなかったようで、野口和樹と兄の野口直樹は、名古屋で有名な半グレとして活動していたそうです。野口兄弟は、その半グレ集団のリーダー格だったとのこと。野口和樹自ら、パリピと名乗り、高級車を乗り回し、シャンパン三昧の豪遊生活を送っており、注目を浴びていました。半グレというからには、おそらく違法な忍びで、お金を得ていたと考えられます。さらには、暴力団とのつながりもあったとされています。3.野口和樹らが起こした事件とは、1997年10月31日、野口和樹は、高級車窃盗グループの主犯格として、他の15人と共に逮捕されています。その中には、当時、野口和樹と結婚していた女性も含まれていました。見張り役だったということで、野口和樹の嫁は、12月18日に釈放され、12月25日に、執行猶予の判決を言い渡されています。野口和樹の嫁は再婚だったとのことで、先夫との間に4歳の息子がいました。その息子を連れて、野口和樹が勾留されていた守山署に頻繁に訪れていました。ある日、野口和樹の取り調べを担当していた警部補に、野口和樹の嫁が電話をかけ、差し入れに行きたいと連絡を入れました。警部補は来ることを許可し、そのまま取り調べを続けていました。その30分後に、突然、野口和樹の嫁が取り調べ室に入ってきて、警部補に催涙スプレーを吹きかけます。そして、警部補がひるんでいる間に、二人は取り調べ室から逃走しました。まさか催涙スプレーで襲撃されるとは、思ってもいなかったことでしょう。しかも、警察署内での犯行なのですから、あまりに強端すぎるのではないでしょうか。警察署へやってきた車に乗って、警察署から2キロほど離れたところに向かい、あらかじめ用意していた逃走用のレンタカーに乗り換えます。岡山にある野口和樹の実家を目指しますが、逃走資金が切れたため、大阪市内の知人のもとにお金を無心します。ですが、知人が警察に通報してしまい、大阪府警に逮捕されることとなりました。4. 大きな騒ぎとなった博多7億円金塊強奪事件。野口和樹が起こした事件でも、最も世間を騒がせたのは、博多7億円金塊強奪事件です。2016年7月8日、JR 博多駅近くのビルのエレベーター前で、野口和樹たち4人が警察官に変装し、当時38歳の男性に声をかけました。その男性は、貴金属販売会社に勤務しており、密輸だな、と声をかけ、アタッシュケースを調べます。その中には、金塊160キロが入っており、お金に換算すると、7億5800万円相当のものでした。野口和樹たちは、その男性が目を離した隙に、金塊が入ったケースを強奪し、逃走しました。警察官に偽装されたら、それを見抜くのは、
一般的な人には難しいのではないでしょうか。そもそも警察官をまじまじと見る機会などあまりありません。この金塊強盗の捜査は難航を極め、福岡県警は捜査に行き詰まっていました。その際、愛知県所属の警察官数名が野口和樹らに捜査状況を漏らしたことが発覚しています。これが発覚したのは、野口和樹の逮捕の捜査をしていた福岡県警が携帯電話の通信傍受をした際に警察官の通話記録があったからです。こういった情報漏洩があったため、逮捕に時間がかかったということもあるでしょう。結局、山口県内で発見された警察官の制服を DNA 鑑定し、それをきっかけとして野口和樹たちの犯行だと特定しました。そして2017年5月22日ハワイから帰国した直後に成田空港にて野口和樹は逮捕されます。かなりの大掛かりな事件でありながら、逮捕まで約11ヶ月かかったのでした。5. 宮迫博之と野口和樹の関係。2014年12月27日、東京のホテルで詐欺グループに関わった人物が主催する忘年会が行われました。そこに、吉本興業の雨上がり決死隊の宮迫博之さん、ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんらが参加していたのです。それを2019年6月発売の週刊誌フライデーがすっぱ抜いたことで大騒動となりました。ワイドショーはその問題一色となり、一時期は闇営業という言葉が至るところで聞かれました。何年も経っている忘年会の記事からあそこまでの騒ぎにつながったことに個人的には驚いた記憶があります。とにかくテレビは朝から晩まで闇営業問題について報じていました。加熱していた闇営業問題にさらに火に油を注ぐ記事をフライデーが報じました。翌7月に発売されたフライデーにおいて、宮迫博之さんが博多7億円金塊強奪事件で逮捕された野口和樹たちと一緒の写真に写っていたのです。この写真が撮られたのは金塊強盗事件が起こった日からわずか約3週間後のものでした。つまり野口和樹が逃走中の写真だったということになります。2016年7月頃、大阪北新地のキャバクラで撮られた写真のようです。記事では野口和樹たちが宮迫博之さんに対して5万円から10万円の謝礼を渡したとされていました。ですが宮迫博之さんはトイレから出てきた時に囲まれ、写真を撮っただけと述べています。謝礼を受け取ったという事実もなく、面識もなかったと説明しています。宮迫博之さんぐらいに顔が売れていればそういうことはあるだろうなという気はしますね。6. 手越優也と野口和樹の関係。金塊強盗との関係が取り沙汰された当時はジャニーズに所属していましたが、現在はジャニーズを退所している手越優也さん。野口和樹との直接的な関係は分かりませんが、博多7億円金塊強奪事件に関わったメンバーと写った写真が存在します。監禁役として博多7億円金塊強奪事件に関わった小松崎太郎との写真です。小松崎太郎は手越優也さんの他にも元横綱お笑い芸人たちの写真を Facebook にアップしていました。手越優也さんは面識も付き合いもないと関係を完全に否定しています。おそらく芸能人と親しい付き合いがあるということを一緒に写った写真をアップすることで示したかったのでしょう。それによって信用の獲得にもつながったのでしょう。芸能人と知り合いだなんてすごいという具合に、イベントやビジネスを行う際に集客や集金にかなりの影響があることは簡単に想像できます。7. 野口和樹に下された判決。2019年9月17日福岡高裁は控訴を棄却し、福岡地裁の懲役9年を支持しました。現在獄中の野口和樹は暴露本を2019年10月16日に発売しています。自分は騙されたと主張しているようですが、その主張を通すのは難しそうです。8まとめ。博多7億円金塊強奪事件を起こし世間を騒がせた野口和樹の情報についていろいろ見てきました。
闇営業騒動で渦中の人であった宮迫博之さんとの写真が週刊誌に出たりし、さらに過熱した感があります。騙されようがなんだろうが犯罪行為には違いないので猛省してほしいところです。